生学園元生徒会長に聞いてみましょうです、はい、というわけで毎週日曜日日生学園元生徒会長のこのペロリン山中に、うん、日生学園のことをいろいろね内部告発してもらって、いや内部告発じゃない、本当にもうそこに広告を貼って、いやいや、まあ広告はあるけどね、日焼けが止まらないもん、いやいや、それ今日本当にいいからこれ。あ、そうだお前こっち向きに風吹いてんのにそっちに座るからもう髪型ぐちゃぐちゃだもんな、魂だもん、ちょっと風強いね校長よりもハゲてきてんだろうな、校長それイメージだろ、校長からハゲてるとか。あ、そうだ、うん、ちょっと今日聞きたいテーマがまたあって、はい、っていうのも、まあ僕らの、日生学園の動画じゃないとこに、僕らの日生学園の動画にもコメントちょっとは来るんですけど、そんな一体来なくて、なんかないかなと思って他の人が上げてる日生学園の動画にあったコメントをちょっと拝借して、今日はそちらをテーマになかったんかよ。じゃあ他の動画で見つけたコメントこちらです。はい、はい、日生学園にはいじめがありましたか。あ、まあ、またはその女子、特に女子とか大丈夫だったんですかみたいな、その厳しくて結構武闘派で、で男が多い中で女子とかなんかやられたりしなかったんですかとか、そういうのもいじめとかね。あ、女子がってこと、男子から女子ってこともあったし、コメントでな、あ、女子が心配ですねみたいな。あ、じゃあ簡単に言うと男子から女子は 100% だ。まあな、俺ももうその話は聞いてるから、触れ近づくこともほぼない、ね、うん、そうやね、うん、で、あの女子同士でもてか、まあまずじゃあいじめがあったかと思うか、うん、いじめ自体はうん、多分普通の学校並みのいじめはもしかしたらあった。なるほど、うん、まあ被害者からするといや、いじめられてたって思うようなことはあったそう。ただ、うん、他の学校とちょっと特殊なのが、うん、あの他の学校って多分まあいじめってまああったとしても、まあ全部が全部そうじゃないかもしれないけど、まあ見て見ぬふりじゃないけどさ、なんか学校側がってこと、いやもう学校も、結局いじめはなくならないな、定説や、通説っていうかさ、なるほど、で、まあなんか、ただじゃれてるだけに見えてるみたいなのもあるし、そう、先生が止めなかったり、まあ止める場合もあるかもしれんけど、周りも止めなかったりとか、これももちろん止める場合もあるけど、日生の場合は、もういじめがもしなんか発覚した時点、先生とかにもしバレた時点で、もう、これはやば、本当に、今思い出しただけで俺ゾッとする。もう、あのね、やっぱり、もう人間教育やな、日生学園いじめが一番やっちゃいけないことぐらいあった時点でもう集合よ、全員集合で、あのじゃあいじめてった主犯格の疑いになるようなやつらって、まあバレる、まあそりゃそうだろうな、たらもうとんでもないことになるの、いやもう放送できない、いやもうほんま下手したら先生からもうボコられるどころじゃないの、もうていうかもういじめ室自体でも定額か退学の処置をされてたから。あ、なるほどな。もう、うん、ましてや全寮生やから、寮生活の集団生活やから、もうそういう協調性を生み出すやつがいた時点で、もう成り立たなくなるから、寮が。なるほどな、まあ、だからだからめっちゃ苦しかった。だからいじめは、日生学園のいじめはもう隠れてあるとしたら、だから全然バレない。もううまい、日生学園でいじめができるやつはうまい。なるほど、ちょっとネチネチした感じのってことなのかもしれない。いやでもネチネチではない、だって、あ、そう、日生学園でいじめするようなそういう権力者ってもう大体もう不良っぽいやつ。あ、そうなんだ。なんか、あ、おい何やちょっと金出せぐらいの、もう逆に金出せというか、まあ、うん、そうだからネチネチじゃない、いやつ裏でってこと、裏でもうほらみたいな、パン買ってこいよぐらいの、まあこれいじめなのか、まあ、本当にただのある意味わかんないからな、うん、被害者はそういじめって思ってるかもしれないけど、加害者はどう思ってるかもまたちょっとわかんないっていうのもあるから、で思ったより例えばじゃあちょっと陰な子っていう、うん、ああいうことあんまり、あんまり公にじゃないけど大ごとにはされてなかった気がするな。やっぱりそういう子って先生に言うから、あ、なるほど、うん、実際そういう子が先生に言っていじめが発覚して、いじめた側がもう強制規制とか、強制停学か、あと丸坊主で朝5時から掃除とか、そういうパターンを何回も言う。あ、そうなんだ。じゃあもうなんか陰湿な長いいじめというよりは、そんなんだ、もうちょっと調子乗って最初はなんかもうじゃれてるつもりだけど、徐々にちょっと過激になってってやられてる方がちょっと先生に言ってみたいな、そうそう、
ニュースでさ、いじめが苦で自殺とかなんかこうノートにしめしめとか、とかそんなんはなかったね。なるほどな。もうね、あるいはなんか机とかに臭いとかクソだみたいなさ、あの教科書破られるとかさ、あるいはよくそうやってまあなんかいじめといえばそんな感じっていうのはイメージではな。一斉はまずそんなんしたら先生がまず発見するから、そうだな、なんだこれは証拠も残るしな。で偽の先生はマジで ほんまに見てみるふりしないのね。もう絶対なんだこれらみたいなって言って、まあ、すげえ大ごとになる。そうだそうだ。まあもちろんちょっと若い、ちょっと日生学園入りたてのちょっと若めの先生は、ちょっとまだ、ね、直接言うか、生徒寄りやから、ちょっと昔からいる日生の先生に比べたら、そういうのはもしかしたらちょっと見てみる振り側かもしれんけど、でも大体さ、日生で働いてる上の先生って長い人たちいっぱいいるから、その人たちはなんかちょっとでも何かあると絶対言うから。だって男の先生が、じゃあ例えば女子の下着の色がちょっと校則と違っただけで、おいブラみたいな、今だったら、もう完全にセクハラの感じでなんか言われる時代、まあでも多分当時もそうやったんやけど、もうお構いなし。だってそれ男の先生だって言いづらいでしょ。日生のに入れる親も逆に言うと厳しく言ってくれぐらいの気持ちで入れてるかもしれない、日生に。まあ、だから、でも、まあもちろん俺は生徒会長って書いてたから、もちろん俺がそんな発見したら、もう報告義務はあるやん、絶対。そうそう、俺見てみる不適やろ。だから、俺の目を盗まれて、っていういじめはもしかしたらあったかもしれない。だから、俺が直接してるいじめはない。だから俺はだってあったら言わないといけない。なるほど、報告義務があるから、だったら俺にバレないようにっていうのがあるでしょ。あ、なるほど、だから例えばこの生徒会、元生徒会長に聞いてみようって、このあれ枠組みでいうここで話ですだと、俺が知ってるいじめはない。なるほど、だってもう陰であったかもしれない。陰であったかもしれない、もちろん。ただ日生学園のいじめは陰、もう公にしたらマジで怖い。もうどんないかつい先輩でもめちゃめちゃ蹴られてたから、めちゃめちゃいかつい先輩が、高3の先輩が高1になんかちょっといろいろやったのが発覚した時、めちゃめちゃ蹴られてたもん、その先輩が。あ、そうだ。で、あ、そうか、学年が違う、そっか、一緒に生活してるから学年違ういじめもあるよね。そうだ、もちろんそういうことの多いよ。そうだ、むしろ多分そっちの多い。ああ、そけどなんかオラみたいなのあるやん。だいたいやっぱり先生は弱い者いじめは絶対許さないって言ったから、ある意味逆に言うとその弱い者からしたら守ってはもらえてる、けどあんまりね、そのなんちゅうの、度を超えてさ、先生にチクるって、まあ、ちょっとそういう感じをすると、向こうもやっぱりもっと、やっぱり高校生やから、もうやっぱり発散じゃない、絶対発散する子はやっぱりいちゃうから。ただね、それはね、まあゼロとは言い切れないってことが、まあそうだな、知らないだけで被害者からしたら、いや、やられてたよっていう人もいるかもしれない。いや、あるかもしれない、誰もが知らないだけで、いや多分日生学園は昔からそうやと思う、いじめは絶対多分バレたら、絶対歴代の先生たちは、もう教育はすごいご指導をやってたただ、いじめは絶対ずっとあったはず。ああ、よくでも、そうか、今田さんとかの時も言うもんな。絶対あったはず。可愛がりみたいな感じ、もうなんかちょっと調子乗ってる下級生がいるのを置いて呼び出すみたいな。だってあったよ、俺ら。それは、でもそれはいじめとはちょっと違うのかね。またその場が終わったらもう、すっきりするのが。だからその後輩が正せば、何もない。ご指導は、ご指導とはちょっと違うのか。ご指導はしょっちゅう。なるほど。でもだって先輩もご指導やから、悪気というよりは秩序を守るって。ただその先輩の欲求とか欲求不満とかのご指導もあるよ、それは。あ、そうな。それはちょっといじめかもしれんけど、すごいネチネチしてさ、まあ無視、なんか私物を投げられるとか、私物を隠すとか、そういう件はあんまりなかった。まあ物がなくなったっていうのはちょっとあったけど、高価なものを持ってきた人が、それ泥棒の方が、
それはちょっともう犯罪の方になってる、うん、ただ日生学園の寮はやっぱり違反物持ち込み禁止やから、うん、持ち込み禁止やけどやっぱ高価なものって隠して持ってきたりするね、まあ、それこそお金とか、まあ、脱走用とかもかもしれんけどお金、携帯、ゲームとかやっぱこっそり持ってきてるやつはいいの。ああそうだ。ただ結構取られてるとかは、ね、でも言えないんですよ。そっか、うん、だからこそ取られてたりする。まあ、うん、そうだな。寮生活って余計盗むなんか機会は増えそうだしな。盗まれる機会は盗む盗まれるは結構ある。だからあのそういうのが嫌な人は本当に何も持ってこない。うん、俺の学校もなんかよく泥棒あってだからもうロッカーに鍵をかけるみたいな全生徒のロッカー鍵付きにしたらロッカーごと盗まれてたな。いやもう犯罪やんかそれ。犯罪者やないかそれ。ロッカーごと盗んでなんか近くの公園でボロボロになって見つかったみたいな。いや犯罪者やそれ。それはそれで、ね、まあそっか。じゃあまあゼロではなかったのがそんな いくら厳しいといえどもまあまあでもそんなもんなのかな。多分被害者からしたらだってな分かんないもんな。その基準が人それぞれ違うかもしれないからな。多分いじめはもうどこの学校でもあるよ。ただあの日制ぐらいに先生がしっかり抑えてるっていう学校がどれぐらいあるかっていうのもあるよね。あ、なるほど、まあ、もしだからあったとしてももし発覚したら先生はもう絶対守ってくれると思う、うん、まあ、ただそれもいいかはまた別なのやっぱり。あ、そうなの。あのやっぱりあの絶対先生にバレないようにするってことはやっぱり上手くなるのよ、いじめが。あ、なるほど。いじめが上手いって別に役に立たへんやん、将来。そうだな。あのただその人そいつの性格が悪くなっていくだけなんだ。だからもう何がいいかは正直いじめもちょっとテーマ全然別になっちゃってるけどいじめ問題に関して何がいいかわからんね、うん、少なくとも日生学院に関しては結構やばい大事になる。まあまあな、うん、もうまず言うから先生自体がその、うん、あのよくそのなんか集合朝礼とかでまあなんとかの会とかでいじめだから新入生とか入ってくるような状況の時でもいじめするやついじめは絶対許せないからみたいなとかっていうのはよく言ってたよなって、うんうん、だから俺めっちゃ覚えてるそれ、うん、そっか。まあまあ、あ、そうだな。被害者はまだ被害者からするとあったよっていうかもしれない。いや、あると思うね。だから一般の生徒からすると、うん、見えないとこでやってたから分かんないっていうかもしれない。そう、特に俺は、うん、俺の目の前では報告する側だったからか。報告する側は、うん、だから俺の目の前ではなかった、うんうん、だからあるかないかで言うとなかったとは言えるけど俺はあると思う、うんうん、あったと思う。あ、まあな、そっか。日生といえどもまあちょっとはやっぱいやあるでしょう、まあ、特にもうストレスだらけないから毎日が、まあ、もう毎日がストレスやからそうやってストレス発散するやつはいたよ、うん、そりゃ、まあ、いたと思うよ、まあ、高校にも高校生にもなってやるのはちょっとダサいけどな、うん、ちっちゃい頃だったらまだなんかよくわかんないでやってんのかなって思うんだけどな、うん、まあこんな感じで。まあでもだからコメントにあった女子へのいじめはだからもう男子女子はもう別々だからそもそも触れ合うことがなかったということ、ね、まあまあまあね、うん、でまあいじめ自体は報告する生徒会長で報告する側だったからもしかしたら自分見てないけど隠れてやったかもしれない。あると思うね。てかかもしれないんじゃなくてやっぱりどの学校もあったと思うしうちも例外ではなかったと思うよ。でご指導といじめは別ってこと。別にしていいか分からんけどな。まあでも、まあでも秩序を守るって意味は確かに、うん、そこ誰かが注意しなきゃ、そう。しかも連帯責任なわけではあるから。そうそうそう。だから、結局調子乗ったり、秩序を守れなかったりっていう人間は一定数いるから、そのご指導はちょいちょい聞いてた。でもそれは報告はまた別やったかな。なんか、よっぽどね、理不尽なご指導の時はちょっとあれかもしれんけど、まあ、もうそんなリスクを背負って、先生からね、もしかしてバレたら怒られるかもしれないリスクを背負ってまでのご指導は、大体もう、やらかした方が悪い。秩序があるから。なるほど。連帯責任だから。そうそう。まあ、というわけでこんな感じかな。はい、うん。まあ、じゃあまた次回、なんかまたコメント見つけたらじゃあ。違う動画からコメント聞いてくるわ。というわけで、今回はこの辺でまた来週お会いしましょう。はい。例えば相方が死んだ場合親に嘘ついてたってバレてキャバ嬢にマジキモいって言われて女王様にあの人最近は見つまないって言われてしまいそうなの。もう人生の集大成。俺お前みたいな人生送れないともうハゲてもいいの。何俺俺だってもうハゲてきてる俺。
今度お前が俺どうしても入れたいってとこ全然受けねえじゃねえか。